夏の半ば頃からでしょうかもううちの母たちがもうすぐ目が覚めてすぐ空襲だって言われてから頭巾かぶったりなんかできませんのでその頃から防空頭巾とリュックサックと運動靴を履いてましたら運動靴は万が一火に 火の中へくぐった時は足をやけどするからって言って革靴を履いて一番大事なお客さんの布団の中で12月の半ばぐらいから毎晩リュックサックを背負って寝てましたその頃はもう警戒警報って言った途端に空襲になりましたので。 即目が覚めるやら、もう覚めた途端に B29 が自分のうちの天井の方まで来る様子が分かりました、はい、その頃ろ結晶弥なためにもう防火 用水や何かの価値はないよう,でしたうちの母と兄が一生懸命消しましたけど消すことはできずもうみんなうちの前にリアカに書体道具を持って逃げたんですけれどもその逃げる時もリアカはいつどうしたんだかそれは記憶はありません。 私はリュックサックを背負っていましたけどそのリュックサックももういつ話したんだか火がついたんだかもう無我夢中でもうその頃逃げる時はもう火がもう蔓延していましたので、えー、もう自分で自分が分からなくてうおうさおうで。 まあ子供ながら今で言う恥ずかしいんですけど泣きながらおっかない思いした経験がございました風上には逃げられず風下へ逃げるまあ火に追われてですね今で言う蔵前か浅草橋向こうの方へ逃,逃げた経験がございます。で目が覚めて、まだ 真っ暗でしたけど、まだ火はそこら辺にありましたけど見た途端はもう焼け野ヶ原で何が何だか分かりませんでした2番目の兄なんですけどそれは海軍なんですけどあの横須賀の田浦っていうところなんですね。そこへ面会に行く日だったんです3月10日。 もうそれを楽しみにいたのが9日の日に東京大空襲あいましてだから万が一兄が来てるかも分かりませんって言うんでもう何が何でもその焼け雇い帰りたい帰りたいって言って帰ったんですけれどもその時に焼け,焼けて目が覚めた時が目がもう真っ赤で周りが 火の海に囲まれて土の中で伏せていましたからまあ目まで火けどっつうんでしょうかそんなこんなでもう方向感覚を狂いましてでも私一人で帰ったわけではございませんけれどはいそういうあれでうち帰ったのが何時頃かしら。 いう方よりちょっと前ぐらいだったのかしらそうしたらもう皆さんがうちの周りを囲っていましてあのあれなんですよ私の兄がその時その前に来たらしいんですねそしてうちがいるかどうしたか聞いたらしいんですねうちのご近所あの焼け残った方の自分家の焼け跡に 来たた方に聞いたら、まだ顔が合ってない見てないって言ったらその兄が何言うかと思ったらもうみんな死んじゃったんだっつってそれで男泣泣きに泣いたそうですまあそれが最後でまあ終戦の1週間前にその兄も仏さんになったんですけれど。 本当に会わずじまいで申ししし訳ないいことをしてしまいましたでうちが焼けた時は浅草なんですけれど富士山は見えるわあの浅草松屋東武東武線あ東武線ですね日光行く方あの電車が見えるくらいでした。 うちの父親のんべだったんですねで。自分の家を床,床の下を掘ってそこへあのあのなん,んですかお酒とかお米とかあの茶碗とかお塩とかそういうのをみんなタンスまで掘って埋めたんです埋めたっていうか。 あの畳の下を掘ってねそういうふうにしたけれど残ったものは陶器茶碗、お皿そんなのが残って大事だうちの父親の大事なあの頃お酒も買えない時代だったのにお酒までとろけていましたあ瓶がこうとろけてね一番助かったのは塩。 塩は外縁になりましたけど。その塩で。随分命拾いしました。それだけですね。もう長岡は。まあ、四か月半ぐらいかしらね。そこで。まあ。 兄弟がみんなあのよくしてくれていたんです。それから今度7月の半ば頃から長岡はダメになるっていうの情報がきいあったんですね。ビラもどのくらい落ちましたか。もう本当に落ちてずいぶん拾いましたね。あの。 もう何の抵抗もなくやられましたそれっていうのも信濃川沿いにガソリンがバーッと降ってきましたね降ってきた途端降ってきたとたん明け方警法になった途端に空襲になる前に雨だって言った途端に変な匂いがすると思ったらそれがガソリン。 うちがちょうど信濃川沿いにいたもんだから直湯消たんじゃないけどあの雨だと思ったのがガソリンだったんですね。そんなこんなでね空襲になった時はもう B29 が上にいましたね。それで湯消たんだからもうぐるっと長岡をぐるっと1回転あの。 ガソリンをまかれてその後油脂焼夷弾水に油じゃないけど油に油でしたからもう容赦なくやられました。おっかないって言えばおっかないけどある程度は東京のおっかない思いよりも度胸がついたんでしょうねやはり同じ年,に年でしたけれどもそういうことがあってから。 ある程度は度胸がついたと思いました。もう8割は土蔵があった。うちなんです。長岡っていうところはだからあ、朝焼けてから今度は土蔵が。あの焼けてパーンパーンと。それのがおっかなかったです。すごかったですよ。あの音は爆弾じゃないですけど、その次から次へ土蔵が。 破裂する姿、うん、そういうおっかない思いもしました。はい